皆さんこんにちは、小場翔です。今回はですね、大きな声では言えない受験生の NG 行動3選お話をしてみたいと思います。まあ大きな声では言えないと言いつつ、まあ大きな声で頑張っていくんですけれども、まあなんでわざわざね、まあちょっとメインチャンネルで出しそうなテーマを、まあ、このサブチャンネルで、まあ、動画にしようかなと思ったかというと、まあちょっとですね、はっきり言ってしまうと、まあ僕のかなり個人的な意見に偏っているっていうのが理由です。ざっとね、まあ4、5分ぐらい考えても10個以上、まあ僕の中で出てきました。まあただその中でも、いや、そうなんだよねと、ね、ご本人とかご家庭は気づいていないことが多いんだけど、まあ塾側から見ると、まあ微妙よねっていう、そういう行動ですよね。そこに絞って、まあ、今回は3つ話をしてみようかなというふうに思います。まあ、もちろん、この3つだけがね、だから、NG 行動というわけではないので、そこは気をつけていただければなというふうに思います。早速行きましょう。まず1つ目なんですけれども、自分でできると思い込んでしまうっていうことですね。これはですね、結構順調に塾とかを活用して、勉強が進んだ生徒に稀にありがちなことなんですよ。まあ、塾に入りました。で、そこの塾で、まあ、うまく指導が回りました。で、結局、例えば、まあ、2ヶ月、3ヶ月ぐらいのうちに、まあ、受けた模試とか、解いた過去問で、成績が、まあ、良くなりましたと。まあ、良くなると言っても、まあ、程度は人それぞれですね。まあ、めちゃめちゃ爆上がりする人もいれば、おー、いい感じだよね、ぐらいな感じで上がる人もいるし、まあまあまあ、これからまだまだ伸びていくと思うけど、でも明らかに以前よりは上がってるよね、ぐらいの子もいるし、いろいろあるんですけど、大抵の場合は、あ、今までやってて良かったって思う人が多いんですよ。まあ、当然の感覚ですよね。で、その後次に来る感覚というのが、じゃあこのまま頑張ろうっていうのが、多くの人の感想なんですよ。で、まあ多分これは普通に皆さんもそうだよねって思っていただけると思うし、まあ僕もそれでいいよって思うんですけども、ただ、世の中にはですね、ちょっと変わった方がいて、あ、そうなんだ、自分って成績伸びるんだって思うと、塾やめちゃう方がいるんですね。あ、そうだ、そうなんですかと。自分はね、こんだけやったら、こんぐらい成績が伸びるってことが分かったから、あとは全部自分でできます、みたいな感じですよね。で、まあ、正直、まあ、僕もね、まあ、塾今もやってますし、まあ、昔からね、まあ塾とかでね、働いた経験もあるので、いろんな生徒さんを見させていただいて思うことは、それでうまくいくパターンは少ないよってことなんですよね。というのは、例えばですよ、今まで自分ですでに勉強を開始していて、まあ、成績はちょっとずつ伸びてきているとか、まあ、それなりに高い成績を維持していますと。そこであるタイミングで塾に入って、で、さらにそこでずっと同じように伸びていきましただったら、そもそも塾に行こうが行く前が成績が伸びていく可能性ってはありますよね。ですから、まあ、塾を使わなくても自分でできていたんだから、まあ、それでもいいよねっていうケースはあります。ただそれって正直稀ですよね。だって成績めちゃめちゃ伸びてるのに、わざわざ塾入る人ってあんまりいないので、成績が、まあ、基本的には悪くはないけれども、より伸ばしたいとか、伸びてはいるけれども、よりガクッと伸ばしたいってね、よりパワフルに伸ばしたいとか、そういう方がやっぱ塾を使うわけじゃないですか。まあ、バートはバイオってもちろん落ちているから、それをね、落ちているのを上げたいとかね、少なくとも横ばいにしたいとか、そういうニーズが、まあ、塾に来るわけですから、そうなった時に、やっぱり多くの方は、ね、塾に入って、じゃあ改善して、何かしらプラスになったら継続しようと思うんですけど、ただ一部の方は何が、まあ、どういう風にね、個人で考えてるのかわからないんですけど、自分でできるって思い込んじゃうケースがあるんですよね。で、さっきも言った通り、まあ、ごく一部ね、そのご自身でもまあできるだろうなってケースは、まあ、ないことはないんですけど、まあ、大概の場合結構勘違いなことが多いかなという風に思いますね。実際に僕が自分で塾をやっていても、まあさらに昔のね、まあ大手塾とかでまあやっていた経験とかも踏まえてもですね、まあ正直後からまた戻ってくる生徒さんっていうのは多いですね。そういう方は、あ、結局、まあ、一時期その塾を使って成績が伸びましたとか、まあ、伸びるような算段が立ちました、じゃあ自分でやりますね。別にそれはいいんですよ。別にね、ご自由ですからね。塾をやめることを別に僕は否定したわけではないです。はい、なんか塾屋が言ってるからそういう風に聞こえちゃうかもしれないけどね。ただ結構そういう方って後になって、いや、やっぱりここうまくできないんで、ちょっとここ面倒見てくださいみたいな風に言ってくださることっていうのが結構あるかなっていう感覚がありますね。で、その時になんですけど、やっぱ感覚が空いちゃうんですよね。で、自分でうまくいかないっていうのに気づけるのが、正直、まあ、数週間とか、1ヶ月とか、であれば、まだいいんですけど、大体ね、半年とか、してからね、ご連絡いただくケースって多いんですよね。で、まあ、皆さんもご存知の通り、半年ってめちゃめちゃね、大きな期間なので、まあ、来ていただいてもなかなか、まあ、間に合わないってケースももしかしたらあるかもしれません。はい。まあ、もちろんそれは生徒さんごとによると思いますね。なので、何でも自分でできるって思い込まないことが重要だし、その自分でできるのであれば、なんで自分でできるのかを、よりですね、論理的に説明できる状態っていうのが大事だと思います。
だから例えばね、国立大学受ける方なんかは、5教科7科目だから、まあ、共通テスト科目は自分でやるとしても、それ以外の科目も、例えばね、この科目は独学でもう行くしかないみたいなことは結構あるわけですよ。全科目塾に頼れない方もいると思うんでね。そうすると、その科目っていうのは自分で、こういう状態で、そしてこれからこういう勉強していくから、自分で大丈夫だっていうふうに、算段が立たない以上、ちょっとそれは怖いよってことだし、不安なのであれば、まあ、塾をね、使うのが難しいケースもあるでしょうから、学校の先生とかね、ちゃんと話を聞く。ね、それは最低限すべきかなというふうに思いますね。で、次にですね、まあ、その NG 行動の二つ目なんですけれども、勝手なことを始めてしまう方ですね。これは、ね、いろんな観点があるんですよ。というのは、まあ、世の中にも塾っていろいろあるんで、まあ、その、素晴らしい塾もあるし、まあ、正直、まあ、なんていうんですかね、まあ、知名度はあるけれども、まあ、ろくな指導になってないなっていう塾も正直あるんですよね、世の中には。いろんな塾があります。なので、身勝手なことを、ご家庭とか、受験生の方が始めたから、イコール、すなわちそのまま NG 行動というわけではないんです。はっきり言って。例えば、塾にはこう言われてるし、もう直前期だから、ね、塾を辞めるわけではないけど、まあ、ぶっちゃけ適切なアドバイスになってないから、もう自分たちでこの部分をやった方がいいよね、みたいなことって結構あるわけですよ。あります。なので、そういうことをね、やってしまうこと自体は、まあ、致し方ない部分もあるんですけど、ただ、基本的にですね、ある程度、きちんと方針示してくれていて、まあ、妥当のことを言っている塾に、の裏で、別のことをしてしまうのは、結構その方針に対して邪魔だったりとか、あとは、その間違った行動になってしまうケースっていうのは結構あるのかなっていうふうに思うんですよね。例えば、一個の例を挙げてみましょう。共通テスト先日ありました。ね、受験生の方が、まあ、ね、国立大学どこ出すかっていうのはすごい考えるわけですよ。で、そうするとですね、まあ、いろんな、こう、パターン、ケースがあって、まあ、塾側としてもね、まあ、あなたはこういうところに出願した方がいいんじゃないですかっていうアドバイスをさせていただくこともあります。はい。で、させていただいたアドバイスに対して、それをどのように判断するのかっていうのは、もちろん最終的には、まあ、ご自身次第なんですけれども、やっぱりね、こちらもですね、ある程度情報とか分析を踏まえて話をしているので、まあ、できればある程度ご理解いただけると嬉しいなと。で、もちろんその、そもそもの本人のご希望ですよね。例えばこういうのがいい、ああいうのがいいってものは満たした上でご提案をしているので、まあ、できればね、賛同いただくと嬉しいなと。うん、もちろん賛同しろとまでのことは言いませんよ。でもしてもらって嬉しいなと思うんですけど、ただ、そのアドバイスとか完全に無視して、まあ、勝手な出願をしてしまう人っていうのがいるわけですね。まあ、やっぱり当塾とかになると、まあ、さすがにそこまでの方っていうのは、まあ、ほとんどいらっしゃいませんけれども、まあ、今までの、こう、塾経験で言うとですね、僕の、まあ、正直結構いらっしゃいましたね。で、そうなると、まあ、どうなるかというとですね、当然こちらはそこに向けてのアドバイスとか指導をしていないので、ご本人次第みたいなことになっちゃうわけですよ。で、せっかくこれまで、その塾に来て、ね、せっかくその、ね、お金も払って指導を受けてきたのにもかかわらず、一番重要な、その一番最後、この情報収集とか、ね、分析の部分を、まあ、その捨ててしまうっていうのはすごいもったいないなと思います。だからせめて例えば出願する前にですね、いやこことここで悩んでるんですけどと、あそうかこっちが提案したのとは結構違うけど、でもまあその2つなんだと、まあ、であればこっちじゃないですか、なぜならこうこうこうですからっていうふうに。アドバイス、最後までね、僕らは食らいついてアドバイスするんで、まあそういうものはぜひね、活用してほしいな、っていうふうに思いますね。まあただ、そのさっき言ったように、まあ正直それが全然できてない塾さんとかも世の中にたくさんあるので、まあね、正直、なんていうかね、塾のこととか学校を最後の最後無視するっていうタイミングですよね。それが来る時っていうのももしかしたらあるのかもしれません。うん。で、やっぱそれはね、その世の中の塾が、すべてね、の塾がそのハイクオリティであると、まあ僕自身断言できない以上ですね、まあ仕方ないこともあるのかもしれないけれども、まあそこは本当にね、ご家庭で判断してほしい。ただ、まあ少なくともね、かなりね、しっかり親身に、そういう相談に乗ってくれて、ね、情報もね、出してくれて、分析もしてくださる塾さんとかね、アドバイスくださる塾さんのご意見は、なるべく聞いた方がいいし、その意見に従わないとしても、最初に言ったように、勝手にですよね。勝手にやるのは結構リスキーなんで、最後の最後は、なるべく相談したり、塾にも情報は伝えてほしいです。はい。要は、こっちはあそこの大学に出したと思ってるのに、実際はそうじゃなかった、みたいなのが一番ズレが大きいし、もったいないので、はい。そういう情報共有は、ぜひした方がいいかな、というふうに思いますね。最後、三つ目ですね。受験生が安きに流れるということですね。まあ、安きに流れるってなんだということなんですけれども、世の中にはですね、いろんなノウハウとか、まあそれに基づいた塾さんというものがあります。で、まあもちろんね、まあ正直僕から見ても、まあ、やつばものもあるし、まあその単純に考え方の相違だなと。
うん、つまり僕は A って言ってて他の塾さんは B って言ってるけど、どっちが絶対正しいとかではなくて、まあこういう生徒には A が合うだろうし、こういう生徒には B という意見が合うだろうしというのは正直世の中にはあります。ただしそうではなくてですね、その受験生を安易にまあ何ですかね、釣るためと言いますか、その引っ掛けるためのまあ情報っていうのも世の中には結構あるんですよね。特にこのインターネット時代ですね、まあちょっとのこれこれやればね、まあこう逆転できるだとか、ちょっとこれこれすればね点数上がるみたいな、そういうですね、まあちょっと眉唾情報っていうのもまあ多いっちゃ多いんですよ。まあ昔からあるといえばあるんですけどね、よりネットなんで、ネットの時代なんで、まあ見かけることが増えたのかなと思うんですけど、あの結構受験生の方、まあ特に最後の最後というよりはですね、始めるときですね、例えば塾に先ほどの話じゃないけども、塾に入って、まあ1ヶ月ぐらい頑張ってきて、まあまあまあ成果は出始めてるんだけど、まだまだしんどいよねと。で、完全に勉強習慣もついてないから、結構毎日ね、大変だなって思いながらも勉強をね、頑張ってやってるみたいな。それぐらいの時期になるとですね、結構安きに流れがちだなっていうふうに思っていて、例えばね、その謎の勉強法の本を読み出して、謎のノウハウで勉強し出すとか、ね、例えば、まあ、その塾には行ってるんだけど、なんか別のね、謎の塾に行き出して、そっちの塾のノウハウに染まり始めるとかですね。まあ、あとは、普通にね、普通にちょっとよくわからない、まあ、なんていうんですかね、怪しい塾とかに出入りしてしまうとかですね。まあ、もともと塾行ってなかった子がね。そういうのは結構あるんですよね。で、まず、まあ、やっぱ塾屋さんから言わせてもらうと、その、なんかこう、奇跡的な、その、勉強法とか、その、絶対に、誰でも点数が上がって世の中の人が全員ハッピーになれる勉強法なんてものはないんですよね。はい、あったとしてもですよ、あったとしても絶対教えないですよね。うん、本当にもういっぱいお金払ってくれた人にしか教えないでしょ、ビジネスですからね。ましてやね、世の中にある例えばね、本屋さんに売ってるような本とかね、無料で見られる YouTube で言うわけがないんですね、そんなものがあったら。うん、ただもちろんね、やってはいけないこととか注意すべきポイントはいっぱいあります。はい。で、それは別に全然動画でも伝えられるし、本でも書けますよ。とか、ね、当たり前の話ですよね。こういう風に勉強していくのがスタンダードなんですよ。ね、近道はありませんよって話はいくらでも動画とか本にすることができます。まあ、僕自身もね、去年、情報戦を制して合格する勉強法というね、本を出させていただきましたけども、あの本にもね、バシッと書いてあるんですけど、勉強量必要ですよって書いてあるんです。ね。だから、その、高3のね、夏とか秋になってから焦っても、まあ、正直きついっすよと。無理ですよと。うん。だから、それが分かってるんだから、てか分かってなきゃいけないんだから、それを踏まえた上で、高1とか高2とか早い段階から、コツコツ始めるんだよねって話をあの本には書いてあります。で、そのためには、基本的にはこういうことやってねと。だから近道はないんですよ。だからめちゃめちゃいっぱいね、やるべき参考書が書いてあります。ね、単語帳だとか、熟語帳だとか、文法だとかね、いっぱい各科目書いてありますよ。で、やっぱそれやんなきゃ受かんないよっていう、まあ、至極当たり前のことを言ってるんですね。ただ、今って世の中の情報が濁っていて、その当たり前が見えなくなってるんですよね。いや、こういう風にやれば最短距離で合格とかね、これだけやれば2ヶ月で偏差値いくつアップとかね、なんかこういうノウハウで、なんか指導を受ければ、なんか何十何パーセントの人は偏差値が伸びましたとかね、〇〇大学に受かりましたみたいな。まあ、多分嘘でしょ。まあ、あんまり断言してて良くないかもしれないけど、そんなの見たことないしね。うん、なので、正直ですね、まあ、僕から言わせてもらうと結構怪しい情報いっぱいある。ネットの時代だからこそ、皆さんの目にも止まることが多いと思う。で、そういうのにやっぱ流れちゃう子っていうのがごくごくごくわずかいるんですよ。多くの方はまあやっぱりね、僕がこういう風に言ってる話だったりとか、まあ親御さんとかもね、まあ苦労されてね、大学受験乗り越えてる方も多いんで、いやそんなもんないでしょとね、やっぱ大人の視点で言ってくださるんですけど、やっぱり世の中的にね、そういう情報をね見る人がまあ何百人何千人何万人何十万人といえばね、ごく少数の方ね、だとしてもね、引っかかってしまう方はいるんですよ。なので、そういう情報の扱いには、ぜひ僕は注意してほしいなというふうに思います。はい。で、一番ね、一番、その怪しくないね、勉強の仕方だったりとか、一番無難な勉強の仕方を知りたいって思うのであれば、ぜひですね、学校の先生に聞くのが一番です。はい。学校の先生は、生徒にね、怪しい勉強法を教えても、一銭の得にもならないでしょ？騙しようがないんですから。騙したって何の得もないんですから。逆にね、そういう怪しいことを言って、ね、生徒の信頼を損ねたり、ご家庭からの信頼を損ねてはいけないから、非常に無難で、スタンダードで、勉強法を教えてくれますよ。うん。で、それを聞いた上で、まあ、ただね、学校の先生のやり方だと、多分すげえ無難だなぁと。
うん、じゃあそれを少しね 20%30% 分かんない、もしかしたら 10% アレンジするという観点でご自身で勉強法の本を読んだりとか YouTube とかの動画を参考にするでも僕は最初の段階はいいんじゃないかなと思います。もちろん自分である程度判断できるよという人はね、別に全然世の中にある情報からうまくした選択をして効率よくね勉強を組んでいけばいいし、まあ、そもそもそこに労力使う意味あんのとかね、てかそういうものってちゃんとプロから教わんないとやばいっしょって思う方もいると思うんで、まあ、そういう方のためにね僕自身はまあ塾をやってるという部分も正直あります。はい、ですからまあ、ぜひね、まあ、今日お話3つしましたね、受験生の方の NG 行動ですね、ぜひね気をつけていただければと思いますし、まあ、保護者の方もこのチャンネル見てくださっておりますので、まあね、ちょっとそういった観点でね、まあ、お子様を観察いただいてですね、何か問題があればですね、ぜひ家庭の中でお話しいただければなと思います。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。